チェルノブイリ原発の約 30km 南にあるディアッケの検問所、2010年3月、撮影1996年の放射能汚染地図黄色の星印、チェルノブイリ原発青色の円、原発から 30km 圏に色分け、1平方キロメートルあたりのセシウム137の放射能量赤色、40キュリーイコール1兆4800億ベクレル、以上濃い桃色。 15から40キュリーイコール5550億から1兆4800億。ベクレル桃色。5から15キュリーイコール1850億から5500億。ベクレル薄いオレンジ色。1から15キュリーイコール370億から5500億。ベクレルチェルノブイリ立ち入り禁止区域とは、1986年のチェルノブイリ原子力発電所事故によって立ち入り。 禁止とされている半径3 0トル圏内の区域である。事故後当時のソビエト連邦政府は、ウクライナ・ベラルーシ両国にまたがる原発から3 0トル圏内の住民13万5000人を強制疎開させた。今、なおこの区域に立ち入ることは厳しく制限されている。ベラルーシ側は総面積2165平方キロメートルのポレーシェ国立放射線。 生態学保護区となっており、立ち入りに許可が必要である。かつて92の村があり、約2万2000人が暮らしていたが、事故後強制移住させられた。特に高濃度に汚染された13の村は、汚染の拡散を防ぐため埋め立てられた。保護区責任者は、保護区のほとんどのところで300年間は、人が住めないと話しているという。ありがとうございます。